おはようございます。現在朝の8時45分かな。ちょっと部屋が汚いので今日は大掃除をしようと思います。よし、頑張ります。Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you. You don't know me.Obsessed, and we felt warmth in our chests.
掃除終わりました。今の時間は1時半。写真立てとあとピアスとかこのアクセサリー類こっちに移動しました。これ箱とあと本立て、ここパフュームにしました。でこっちに、まあ、絵の具とあと、まあ、ノートにして、配給店のバッグをこっちに、バッグをこっちに移しました。入り口のところにあったんだけど、ここがちょうど壁が開いたので、ここにやりました。で、漫画、まず本棚ね、こんなにまあ、開くとは思ってなかったですね。断捨離をしてから、減りに減って、でまた今回売る本、いらなくなった本を出したので、こんなに少なくなりました。ここは小説です。私いつもこうやって奥と手前って2段っていうのかなにして置いてるんですけど、ほんと一番あった漫画が一番多かった時は多分1000超えてたと思いますね。でもうそれが全部 BL だったから、今はもうこんな、ここはもう全部少女漫画とか少年漫画と転生ものとかも全部 BL 以外全部ここです。歌恋もあるし、これはトーラブのアンソロですね。これが小説。小説も読むと面白いからどんどん買っちゃうんですよね。トラジャのゾーンにしました。まさか本棚が丸々1個開くと思っていなかったので、ちょっとトラジャで散りばめました。トラジャはまあ紫がグループカラーだから、まあ、紫系をここにして配置に苦労しました。でも配置してるところが取れてなかったのでちょっとごめんなさい。ここは松々です。で、これはトリプルカイト、すっごい好きこの写真超かわいい。で、チャカちゃん、マチュ、ここは4つのやつですね。このマチュほんとかわいい。このチャカちゃんもすっごいかわいい、大好きなんですよこれ。で、一番下はナイナイのゾーンです。ちょっとここは暗いな。で、これメメアベです。アベメメ、メメアベ、メメと阿部ちゃんです。大好きですで、トラさんで、